ABC は、スペインで発行されている、スペイン語の新聞。全国誌であり、日刊誌である。マドリードを拠点に発行されている新聞としては、最も古く、発行部数はスペインで、第3位または第4位である。エルパイスや、エルムンドと共に、英語で、ニュースペーパーオブレコードと呼ばれる有力誌の一つである。 創設者のトルクアトルカデテナ1903年1月1日、ジャーナリストのトルクアトルカデトナイアルバレス・オソリオによって、マドリードで ABC の創刊号が出版された。当初は週刊誌であり、1905年に日刊誌に変更された。スペイン内戦開戦直後の1936年7月20日、反乱軍の手が及ばないマドリードに本拠を置く。 ABC はスペイン共和国政府によってスペイン第二共和制を支持する政治思想に変更されたが反乱軍によって支配されたアンダルシア地方のセビリア支社では反乱軍を支持する別の紙面が発行された。1939年に反乱軍がマドリードを制圧して内戦を終結させるとマドリードの ABC はフランシスコ・フランコ総統によって 当初の所有者に返還された。ABC は再び、スペイン最大の新聞となり、フランコ独裁体制の支持に回った。フランコ政権下で、ABC は、カタルーニャ地方で発行されるラ・バングアルディアとともに、スペインの二大日刊誌の一つだった。やがて、マドリードの歴史的ランドマークであるオフィスから移転しており、跡地は現在では、ショッピングモールとなっている。 民生遺憾期の1970年代末から1980年代にかけて ABC は中道右派の国民同盟と後に国民同盟が発展した国民党と深いつながりを持っていた。1983年から編集長を務めたルイス・マリア・アンソンは1998年に ABC を去りより保守的な読者を対象としたラ,ラソンを創刊した。アンソンは スペインテレビ協会の会長に就任し、スペイン王立アカデミーの会員となった。1999年、エネルギー賞出身の元官僚ネメシオ・フェルナンデス・クエスタが ABC の編集長に就任した。2009年9月25日、1903年まで遡る記事の完全なアーカイブ化が完了し、オンラインで使用可能となったため、現代の読者が、 スペイン内政やフランコの詩などの記事を閲覧することができる。エルパイスやエルムンドを含めスペインの大部分の日刊紙のサイズはタブロイド版だが ABC はタブロイド版よりもかなり小さいコンパクト版を使用している。歴史的に写真を重用することで知られており、一面は1、3の面積を占める巨大な写真が使用されるのが恒例である。近年は スペインの文化や芸術の紙面が多いと認識されている。ABC は外して保守主義、君主主義な政治的見解を支持することで知られている。また、紙面は右派の立場に立っている。ABC はグループボセントの一員である。グループボセントは、ABC の他に、バスク州ギプスコア県が中心のエルディアリオバスコ、バスク州ビスカヤ県とアラバ県が中心のエルこれを、 ムルシア州最大の新聞であるラベルダ、バレンシア州の地方紙であるラスプロビンシアスなどの新聞も所有している。1970年2月の発行部数は212,536部、1975年2月の発行部数は178,979部、1976年は171,382部、 1977年は145,162万部、1978年は126,952万部、1980年2月の発行部数は135,380万部だった。1993年の発行部数は334,317万部で、あり、エルパイスに次いでスペイン第2位だった。 1994年は32万1571部、1995年から1996年は32万1573部であり、やはり、スペイン第2位だった。2001年の発行部数は29万2000部であり、2002年は26万2874部、2003年は26万3000部であり、スペイン第4位だった。 ヨーロピアンビジネスリーダーシップサーベイの調査に基づくと2006年の晩あたりの読者数は5685人だった2006年6月から2007年7月までの発行部数は23万422部であり2008年は22万8258部だった2010年7月から2011年6月までの 発行部数は243,154部だった。ありがとうございます。